ちは。町田クリスチャンセンターの教育主事をしております杉本玲子と申します。今日は、未来の希望教会学校の座談会第2部といたしまして、前回に引き続き4名の先生にお集まりいただきました。国分福音教会の丸本先生、ジャパンクリエイティブミニストリーの藤田先生、また敬虔キリスト教会関宿チャペルの五平先生、グレイスクリスチャンフェローシップのウィルソン理恵先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。教会学校をどのようにしていくかということになりますと、私たちはどういうプログラムが、どういう何人ぐらい来るのか、どうすればよいのか、そういうハウツーといいますか、私たち人間的な思いの方が強くなってきてしまうかもしれませんけれども、でもイエス様は子どもたちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものですというふうにご自分の方に子どもたちをお招きになりました。私たちは子どもたちをイエス様がどれぐらい愛しておられるんだろうか、彼らの成長をどれぐらい望んでおられるんだろうか、彼らが神様が彼らを成長させてくださるんだ、そのような認識を持っているでしょうか。今日はまずお一人お一人の先生方に御言葉から教えられること、このような確信を持ってなさっておられる、そういうところからスタートしていただきたいと思います。じゃあ先生よろしくお願いします。はい、私が個人的に今教えられている御言葉があるんですけれども、マタイの福音書の13章12節の、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは、持っているものまで取り上げられてしまうのですという言葉があります。一見子ども伝道とあんまり関係ないような言葉なんですけども、持っているものがさらに与えられるというのは、これは一つのサイクルを表していると思うんですね。そして、教会で子どもたちを持っているということは、その子どもたちがやがてまた大人になって洗礼になっていくわけですね。そしてまたその、子どもたちが教会につながっていくと、一つのサイクルができていくと思います。ですから子どもたちを持っているということはさらに与えられて豊かになるという可能性があると思うんですね。逆に言いますと、今子どもたちがいないということは、将来的にこのサイクルがつながっていかないことではないかなと思います。ですから、そういう意味でも、子ども伝道というものは非常に大切だと思っています。私は第二テモテ一章一節二節なんですが、そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える、力ある忠実な人たちに委ねなさいということで、私はやっぱりもう子供をただ救いに導くだけじゃなくて、やっぱり弟子化していって、その子が本当に将来のリーダーになる、そのことを考えて神様にこの働きをしなさいと、言われたと確信を持ってるんですね。言うと、自分がもしこの子がとにかく教会につながっている子どもになればいいというレベルで日曜学校を教えていたら、ゴールはその子が教会に来ることですよね。でもその来ている子どもが将来のキリスト教会の世界のリーダーになるようにと思ってその日曜学校をしているならば、その子たちのそのゴールともっと高いですよ ね、 そうですね。だからそのためには今何を教えなきゃいけないのかって考えたときに、やはりただ教会につながればいいとか、クリスチャンホームを形成すればいいじゃなくて、その先本当にその子たちが将来のリーダーに、教会のリーダーになることができるぐらいの信仰を持てるように、今教えなきゃいけないって、この意識をずっと持ってたいなと思ってます。そうですね。そこに人数が集まればいいだけじゃダメですよね。将来のことも見つめていきたいと思います。五平先生。はい、私は2つあるんですが、1つは伝道者の書12章1節の、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよという御言葉ですね。で、実はこの御言葉は私自身が求道するきっかけになった御言葉でもあるんです。やはり創造主を知るということは、自分の存在の意味や価値を知るということですね。以前私は中学校の公立の中学校の教師を11年間勤めていたんですが、その時非常に印象に残る出来事がありまして、それは一人の担任していた女の子だったんですけれども、テストの結果が配布された時に、非常にこう
成績が悪かったんですね、うんうんうん、頑張ったんだけれども成績が悪かった、うん、そして彼女は先生私って猿に近いんでしょうかって言って相談しに来たんですよやはり神様を抜きにしたその進化論の教育っていうのがこれほどその自尊心を傷つけてしまうっていうことを本当に知らされた出来事でした、うんまあ、その御言葉とその出来事が、うんまあ、私の原点になってます。そしてもう一つはやはりイエス様が言われた子どもたちを私のところに来させなさいっていうね、うん、そのイエス様の御心ですね、うん、はい、はい、ありがとうございました。理恵先生。そうですね、私今回このお話が来た時に何だろう御言葉と思ったんですけれども、うんうん、毎回私たちの教会でやっているイベントごとに神様がいろいろなこの御言葉を与えてくださるので、うん、そのうちの一つっていうのはちょっと絞ることができなかったんですけれども、本当に神様はそのイベントごとに一つ一つ今回のテーマはこれだよこれだよっていうのを与えてくださるので、うん、ちょっと今日どうしようかなと思ってたんですけど、うん、でもやっぱり私の中ではやっぱりエレミヤの中で子どもたちに神様が素晴らしい将来と希望を与えているので、うん、私たちがそれを彼らが見るお手伝いをするためにも、うん、種まきもしなきゃいけないし神様の素晴らしさを伝えていかなきゃいけない、うんうん、よく私はエレミヤを持って、はい、日曜学校やっております。ありがとうございました。私自身が、すごくいつも励まされている言葉が、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、うん、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいという言葉で、実は私父も母もクリスチャンじゃない普通の、まあ、家庭に生まれてたんですね。でその時に母が近くの英語学校があるっていうので連れて行ってくれたんですけども、そこの学校っていうのがなんと教会でやっていらっしゃる英語だったんですね、うん、だからやっぱりなんか、まあ、普通の、まあ、日本の場合は何パーセントまでが普通の子供じゃないですか。そういった普通の子供が何とかして教会に来ていただくためにはやっぱり待っているだけじゃなくて、なんか普通の子供が来てくれる何をしたらいいんだろうか、その子が、こうきっかけだったのでやっぱり出て行って、この行ってっていうのがすごく教えられております。それぞれの先生方が教えられている御言葉っていうのを教えていただいたわけですけれども、一つある教会の例なんですけども、教会の全体の姿勢が変わった、そのことによって、こう教会学校の働きとかこうガラッと変わった、そのような教会があるということを聞いております。じゃあまず最初にその VTR をご覧ください。東京都足立区にある神の家族主イエスキリスト教会、ここでは小学生を対象に約30名の子どもたちが集まってファンジョイキッズという教会学校が行われています。先生たちはどう？優しい？優しいから学びやすい。あんま友達とかと喧嘩しなくなったりとかします。今は子どもたちの元気な声があふれるこの教会も、3年前まではクリスチャンホームの子どもが数名という状況でした。しかも9時から始まる教会学校の時間以外はケアするスタッフもおらず、子どもたちは教会の中で放置される状態。しかし牧師先生が決断しました。教会員全員が子ども教育に取り組む教会にする。そこから教会全体の意識改革が始まりました。まず子どもたちへの思いのあるスタッフを募り、教会学校が始まる時間を午後1時15分に設定しました。午後に開催するようになりましてから時間をたくさん取れることと、またお食事も私たちは提供していますので、ご飯を食べてしっかり元気な姿で日曜学校に取り組むっていう、そういうこともできましたので、そういうことを通して全体的に午後を集中にする形になりました。そういう意味でも大人全体がそういう関わりを持つことができますし、また様子を見ながら祈ってくださる方もたくさん出るようになりました。近所の小学校で教会学校のチラシを配ると、自発的に教会に集まる子どもたちが起こされて、今ではほとんどの子どもたちがノンクリスチャンの家庭から集まってきます。
初めて教会を訪れる子どもたちの中には、さまざまな問題で心に傷を抱えている子もいます。教会に来ることによって暴力的な子は穏やかになり、沈んでいる子の表情はどんどん輝いて明るくなっていく。そんな子どもたちの姿を見て、大人たちの目が開かれ、意識が変えられていったのです。もう今まで自分そういうお笑いとか人前で何かやったりするのがすごい恥ずかしくてやったことなかったんですけど、その子どもたちの前でやり始めた時に、人前で何かするっていうのがこう恥ずかしくなくなったというか。全体での取り組みを始めて3年、教会の片隅に隠れていた子どもたちは今、明るい笑顔を取り戻すことができました。そしてそんな子どもたちの笑顔を守りたいという思いが信徒一人一人に起こされています。彼らが喜んで子どもたちに仕えていった時、奉仕者一人一人の賜物が次々と開花され、教会全体が活性化していったのです。素晴らしいですよね。ああいうことが起こるんですけども、はい、今ご紹介いただいたのは神の家族主イエスキリスト教会でした。その教会の祝福の、まあ、秘訣というか、何か先生方気がついたことを何でも教えていただければと思います。やはり牧師先生が決断されたっていう。牧師先生の決断やっぱり教会のリーダーですから、うん、リーダーがどういうふうに決断して腹をくくるかっていう、やっぱりここにかかってるんだなと思いましたね。そうですね、教会学校の先生頑張ってじゃなくてね、やっぱりみんなで教会上げてっていうのは鋭いですよね、うんうん、なんか本当に神の家族っていう、みんなで、ね、決断したところが家族なんだなっていうのをすごく思いました。そうです、なんか名前、ネーミングにもすごくよく表れてる感じですよね、神の家族。まあ、3年間でね、そこまで、うん、増えていったということはすごく励みになると思うんですね、うん、教会全体が取り組むと、うん、数名から30名まで増えるんだという、うん、何か本当にやればできるんだという感じがしました。ね、なんかお食事も提供していますとか、なんか本気で取り組んでいるっていう、その本気さがなんか伝わってきてますよね。やっぱりスタッフの方もね、うん、結局そういう人前で今までそういうことをしたことがないけどっていう、うん、そういう方々がやっぱ子どもの前でやることを通して、うん、また積極的に教会の次のリーダーとしてね、うん、育っていってるなっていうのもすごく見ることができました、うん、そうですね、うん、なんか場所も広かったですね、あの広い、全部開放して体育館のようにね使ってっていうのもあれでしたし、また時間的にもね、こう1時間っていうだけじゃなくて、午前お昼ご飯を食べて、それから一緒になんかあれしてるっていう、この子どもたちをその真ん中にっていうのが、時間的にも、その教会の組織的にもなんか本当に真ん中なんだなって思いましたね。やっぱり子どもたちが本当に中心になっていくときに、うん、お年寄りも含めて全本当に教会全体がなんか元気になるっていうのをやっぱ感じますよね。そうですね、若い人たちだけが頑張ってるんじゃなくて、うん、いろんな年代層が巻き込まれてるっていうのは素晴らしかったですよね。与えなさい、そうすれば与えられますっていう、なんかね、若い方も今までこういうお笑いとかできなかったんですよっていうのが、一歩踏み出してやってみたら、たくさん祝福が来たっていうのを見ることができるのは本当励まされるな。そうですね、なんかこうあんまり伝統的なそのあれに縛られないで、新しい子どもの心理のニーズに合った感じのアプローチだったなっていうのも印象的でしたよね。皆さん踊ってましたよ。あ、そうなんかアクティブでしたよね。なんかただこう受け身ではなくて、こうアクティブっていうのもすごいいいなって。楽しそうですよ、ね。あ、楽しそうだったですよね。やっぱり楽しくないとね、子どもたちなんかあんまり来てくれないし。なんか最初のシーンで女の子が前に撮ってマイクで喋ってたから、だから小学生の子も何かそういう前に出て何かをするっていうような感じだったので、本当に一人一人がこう自分たちで作り上げてるような、そういう部分もあるんじゃないですかね、うん、そうですよね。確かにきっと受け身じゃなくて、こう自分たちが主役で何かをするんだっていう、そういうのを喜んでやっているっていう感覚がすごい伝わってきましたよね。午後1時過ぎからやってるとおっしゃってましたけども、うんうんうん、普通教会の日曜日の午後って結構委員会やったりとかいろんなことがあってなかなかできないんですよね、うん、だから教会全体やっぱり取り組まないとできないことだと思いますね、うんうん、そうですよね。やっぱり
自分たちの教会もやっぱり今まで役員会とかリーダー会祈祷会とかその大事な時間に中心的な時間にあったんですけど、それはちょっと朝早くこう頑張って来てもらってそして一番いい時間帯をねやっぱり教会の一番大切な方たちのためにっていう風になってから、時間帯だけじゃなくてこの時間数もかなりやっぱ長く取れたんですよね。他に何か意識づけの変化というところで気がつかれた先生方いらっしゃいますか？実際その子どもたちが集まってる、それを見た方がまたやっぱりね次に祈ろうとかサポートしようとか、多分食事を出してるとね経済的な面も大変だと思うんですけど、その部分でやっぱりこう献金も下げようとかそういうふうにこうなんか現場を見る方々がまたそのサポートする側に回れるのかなと思いましたね。ね、きっと こちらの教会も全ての人たちが日曜学校の先生をやっているわけではなくて、そのうちの一部の人がやっているんだけれども、やはり陰で、ね、食事を作って支える人、そして献金をする人、そして多分祈りを持っている人とか、やっぱりそれが全体的な教会が全体でやっているっていうか、そうですよね、そうでないとやっぱり本当に牧師先生だけがやっているっていうんだったら、あそこまですることはできないと思いますよね。やっぱりみんな教会全体がそれぞれ足の人がいたり手の人がいたり、この人はこういう役目っていうので一つの体として作り上げているっていう感じが、見ることができましたね。まさに神の家族っていう感じですよね。みんなが大きな家族のようになってね、これなんでしょうね、きっとどういう、プログラムとかどういうゲームとか そういうのもあるんですけどね。先生方の教会でもきっと何か今このように取り組んでいらっしゃるとかっていうことがあると思うんですけども、そういったところもまたご紹介いただければ嬉しいと思います。いかがでしょうか、リエ先生そうですね、教会も10年ぐらい前から夏は1週間バケーションバイブルスクールっていうのをやってるんですね。それは本当に月曜から金曜まで朝9時から12時までなので本当に大変というか、もう3日目ぐらいになるともうみんなヘトヘトに疲れてくるんですよね。ただ3時間じゃなくてその後の用意とかもあるので本当に1日そして5日間なので、仕事を持ってらっしゃる方は来ることができない、じゃあ仕事を持ってない人たちがって言ってもやっぱりそれこそ本当神様の家族なので、もうそれはアメリカから取り寄せるカリキュラムなので、もう夏休み8月に行うものをもう12月から私たち準備をするんですね。全てのものを英語から日本語に訳して、そして一つ一つクラフトとかスナックとかもあるので、それをどういうふうにしてアメリカのものではない日本のものを使ってどうしたらいいんだろうっていう、その準備期間でもその間にも5日間来れる人は少人数かもしれないけれども、実は裏で働いている人たちっていうのは本当に教会員全員だったり、そして献金をしてくれたり、スナックっていうのもこう張り出されて、チョコレートがいくつ必要、私たちはこれが必要とか言ったらみんながそれを持ってくるような形になっているので、でもそれをすることによってやっぱり教会員みんなのなんていうんですか、祝福が全員にまかれるというか、それによってみんなでこう子どもたちを育てるっていう、そういう士気も上がるというか、本当にそうですよね。なんか私たちはこうお金がないときは他を削っても教育費は削らないとか言うわけですけども他を削っても他のミニストリーや他のあれは削っても子どもたちのためにこう捧げるっていう、そういった気持ちがね教会全体に行き渡ると素晴らしいですよね。小平先生のところではなんかファミリーミニストリーとかもやっておられると聞いてますけど、ファミリーというか私たちの教会では平日のお昼の時間に、未就園児幼稚園に入る前の小さなお子さんを持つ親子の集いをやっております。もう十何年かなるんですけれども、で集まってくださる方々は 100% 地域のノンクリスチャンの親子が集まってくださるんですね。で私たちの教会ではノンクリスチャンが一番来る集会はそこなんですけれども、そして親子で楽しくゲームをして、そして短くメッセージを聞いて、そしてランチも出すんですね。でそのランチも教会の子育てが一段落したご婦人の方々が、食事の提供をしてくださって、教師にはなれないけれどもキッチンの星だったらできますって言ってやってくださって本当感謝なんですけれどもね、そのような形でやってまして、本当に地域の
あの小さなお子さんを持つお母さんたちからは喜ばれてます、うんうん、そうですよね、はい、今なかなか保育園には入れないっていうけど保育園よりもっとねいいところに家族で全部来ていただけるということは、うん、きっとそこに来られた親御さんはなんか喜んで将来教会学校の方にもね子供を送ってくれそうな気がいたしますよね、恵子先生も、はい、いろんなプログラムを、まあちょうど今私が関わっている教会は、ええ、あの中国語系の教会っていうこともあって、ええ、割と近所の人というよりも結構車で、ねうん、時間をかけて来るっていう方が多いんですけど、うんうん、でもその中でやはり一番大事なのはとにかくこの霊的にその子たちをどう成長させるかで、うん、習い事とかで抜けたりすることが多いので、うん、キャンプにかなり力を入れてるんですね。それでそのキャンプで本当に霊的な意味で、うん、救いの革新献身っていうことまでやるような形をとってるんですけど、うん、そのキャンプもまあ普段だと夏だけっていう感じなんですけど、うん、夏と冬やったり、またそれ以外にもお泊まり会をやったり、うん、あとその地域遠くから来てるその地域のところで特別なイベントをさせて、うん、お宅でさせてもらったりということを通して、うん、こう伝道のね働きをさせてもらったりしてるんですね、うん、で教会として本当にそのサポートをしてくださるのはその運転手としてねいろいろ子どもたちの送り迎えのこともありますし、うん、あと一番私が感謝しているのは、うん、あのキャンプの時にですね、うん、金額の半分を教会がサポートしてくれるんですよ、うん、そうするとお子さんが何人もいるご家庭だと結構キャンプ費ってこのお金がかかるのでそれを半分教会がサポートしてくれることでもうたくさんあの連れていける、また他のご近所のお友達にも誘いやすいということで友達だから一緒に行こうということでね、まあ、そういうふうな形であの少しずつこう教会に来る子たちが定着しつつあるかなというふうに思ってます。なかなか普段、まあ、予算とかそういう話にはね、うん、ならないですけれど もやっぱり予算って大事ですよね、うん、私たちの教会でもあの昔よりも子ども伝道の予算が6倍ぐらいに増えてそのぐらいからだんだんとこう子どもの人数もアップしていったかなっていうふうに、うん、あるんですけれども、丸本先生の教会では、まあ、うちの教会は普段はクリスチャンホームの子どもたち中心に十数名ぐらいなんですけども、うん、夏のキャンプと冬のクリスマスはすごく力を入れるんですね、うん、で、キャンプも、まあ、ほとんど地域のノンクリスチャンの、子どもたちがやってきまして、うんまあ、スタッフも入れたら一番多い時で100名以上になる時もあるんですけれども、あで、まあ、本当にあの大変なんですね、スタッフは。そうでしょうね、もうあのヘトヘトになる点が、うんまあ、でもいい意味で疲れるんですね、うん、でそれをすることでまたスタッフ間の一致も与えられるんですね、うん、そして、まあ、そのキャンプに、子どもたちの、まあ、お父さん、まあ、お母さんたちも未信者の方も招くことができますし、うん、でキャンプのメッセージで大人にもすごく分かりやすいんですね、うん、あの礼拝のメッセージが難しくても子ども向けの話の方がよく分かるという場合もありますので、うん、子どもにも大人にも伝道できる機会になっています、うん、そうですね、あと、まあ、クリスマスは、うん、あのうちの CS のスタッフたちで、うん、劇団をまあ、素人劇なんですけど作ってまして、毎年クリスマスにはあのオリジナルの劇をするんですね。でまあそれもあのクリスチャンホームの子どもたちもそれに一緒に加わって、でまあ成長していくにつれてだんだんとセリフももらっていったりとかしますので、で子どもたちはもう自分たちはやがて劇団に入るもんだと思ってるみたいです。はい、ですからまあそういう意味であの教会学校の働きが子どもたちの、まあ、一つの訓練の場にもなっているし、うんうん、あの先生たちのこの一致のための場にもなっているかなと思います。そうですね、なんか子どもたちの出番があると親がこうビデオカメラを持って、ね、こう撮ってくれるっていうのは、ね、あの嬉しいですよね。うん、またあの先ほどこの教会全体での取り組みっていう言葉が出ましたけれども、やっぱりあの普通教会学校っていうとなんか毎週来なくちゃいけないっていうとちょっと無理だわっていう方も多いと思うんですけども、私たちは土曜日にあの地域の方々、地域の子どもたちのため のジョイキッズっていう体験教室というのをさせていただいていて、あの毎週こうクッキングとかクラフトとか、まあ、工作アートとかそれこそフラワーアレンジとかスポーツ外プログラムとか実験とか、まあ、様々なんですけれども、そういったのを教会の中の、まあ、賜物を持っ
った方が、こう教えてくださるんですね。それなので例えば1年に1回であったりあるいは1年に数回であったりするんですけども、でそれのプログラムは結構地域のお子さんが来てくださって、なんか、まあ、今なかなかこう子どもたちのための教育費が高くなってきているんですけども、あそこに行ったらそういうことができるということで、皆さんが来てくださっているっていうのがすごく感謝だなって思うんですね。やっぱり塾とかでは算数とか国語とか理科とか社会とか英語とかそんなことなければなかなか普通身につけることのできないこう料理の分野とか家庭科的な分野とかアートとか音楽とか、まあ、実験的な、あるいは外に出かけるプログラムなんかがあったりするとなんか、ね、例えば栗拾いとか梨もぎとかJAL の教室とかそういうところだったらっていうふうに来てくださるご家族もいらっしゃるんですね。これもあるお子さんが、何々ちゃんはね教会には行っちゃいけないって言われたよ、でも梨もぎだったらいいってとかって来てくださって、でもぎながらさあ皆さんとかってそこでもちろんメッセージしちゃうんですね、イエス様はねとか。だから逆に保護者の方にとっては外のプログラムなんかも結構、まあ、安心していただいたりとか、そういうことがあると思います。いろいろな子どもたちの、まあ、イベントということも出てきましたけども、子どもたちが何か奉仕をするという点に関しては、先生方の教会で具体的に、まあ、奉仕というか、ね、先ほどの子どもたちがこのようなことをやってらっしゃるって何かありますでしょうか。まあ、うちでは数年前からキッズダンスというのを始めまして、ダンスですね。もともとはキッズファミリーフェスティバルの中でダンス の、コーナーがありまして、でクリスチャンダンスの方が子どもたちを集めて教えてくださるんですけども、そのダンスを取り入れて教会内でも子どもたちがクリスマスの時にそれを披露したりとかするようにしましたので、楽しそうですね。子どもたちも喜んでやっています。その時は女の子なんか小さい女の子なんかお化粧してもらったりとか、ちょっと大人の雰囲気を味わったりとかですね、はい、それが楽しいみたいです。そうですね、ダンスを通して子どもたちが奉仕できるっていうのが素敵ですよね。うちの子どもたちの中でやっぱり家でねピアノ習ってるとかっていうお子さんがいますよね。だからその子たちに日曜学校で歌う歌を練習してもらって、で賛美の時に弾いてもらうっていう ね。あとそれができないかこのリコーダー、リコーダー学校でね皆さん持ってるので子どもたち、だから一緒にじゃあリコーダーでやろうかっていうふうなことをしたりとかしてます。ただまだもっと私自身があんまり音楽的才能がないので、この才能がある方がちょっともうちょっと指導していただけると、みんなで本当に小学生でもねバンドっていうかねそれぐらいのことができればななんて思ってますね。他の教会はいかがですか。そうですね、できるだけこう子どもたちが出番、例えばクリスマスの時に子どもたちが聖書朗読するとか、本当は劇も私たちの教会もやりたいなと思ってるんですが、その手始めとして子どもたちが聖書朗読したり何かっていう出番を作るように心がけてます。あとは裏方の奉仕でですね、しょっちゅうじゃないんですけれども子どもたちがお掃除したりとか、お昼の愛さんの片付けを子どもたちが時々やったりとかっていうのも嫌がりませんか。嫌がりますが嫌がる子もいますが楽しく、そして終わったら何かご褒美ちょっとおやつが出たりとか、ちょっと楽しいことを付け加えてやってますね。そうですよね、なんかお客様状態っていうのはやっぱり家族じゃないですよ ね。やっぱりうちもそうですね、さっきの夏のプログラムの時はもう小さい子たちが育っているので、もう14歳ぐらいになるとリーダーとして子どものリーダーとして率先してやるのとか、あともうトラクトとかも親は親っていうか大人たちはもう準備で忙しいので行ってきますとか言って公園に行ってトラクトを配りに行くのは子どもたちだったり、そしてイベントのことなんですけど、その8月のイベントの後には8月の末に浴衣パーティーっていうのをやるんですね。それアメリカ人だろうが何だろうがジンベと浴衣を着てそこに行って日本の夏祭りのようにしてやって、外でやってました。教会ないと外ですね。それでもう10月にはハロウィンっていうのが日本にも入ってきてしまったので、その代わりにハーベストフェスティバルっていうのをやって、そして11月は私たちの市でやる
あのフェスティバルがあるのでそこに出てって、うん、あのみんなで歌を歌ったりとかして、それでその時にサンクスギビング、うん、感謝祭のお祭りがあるので、ターキーを焼いてそれを周りの人にやって、12月にはそして私たちはリビングクリスマスっていうのをやるんですけど、教会員全員があのイエス様の時代の格好をして、教会全部をベツレヘム状態にして、そして子どもたちがそのイエス様が生まれた時の様子をこう再現して街を歩くことができる、日本の子たちにそういうふうに見せることをやってるんですけど、その時にも子どもたちもドレスアップして、あの天使になる子がいたりとか、あと 宿の人とかいろいろそんなことをやって、それこそ劇じゃないんですけど、そんなことをやって子どもたちもいろんな役割をやったり、そうですね、そして結構なんかゴス、あのなんて言うんでしたっけ、こういうコスチュームをよく着てやってるのでコスプレ協会とか言われてるんですけどでもみんなそうすると楽しみながら、今日はこんなことがとか言って、いい、ね、大人も子供も楽しんでるっていうか、はい、そんなことをやってま す, そうですよ、ね、やっぱり聞いたお話は何パーセントしか残らないけれども、こう自分がやった劇のなんとかっていうのは最大 75% ですか 90% ですか、ちょっと忘れちゃったんですけど、残るっていうふうに聞いたんですけれども、やっぱりただお話を聞くだけ、こう読むだけじゃなくって、自分で体験していくっていうのがすごく大切なあのキーのような気がしますね。実は私最初に行ったその英語学校でクリスマスごとに生誕劇やったんですけども、4年生の時に天使になってね、もう嬉しかったのね、今でも覚えてない、ね、それで後になって中学になって、やっぱり教会行ってみたいなって、あ、高校だったかな、思ったんですけど、やっぱり小学校の時はたった1回ね、教会でよくこう着るだけで違うかもしれないですよね。他に先生方の教会で子どもたちは主体としてこんなことをやっていますとか、まあ、かつてなんですけど、うん、あのまあ、今現代じゃなくてちょっと10年ほど前の時は中高生をやっぱ訓練して日曜学校の先生としても立ってもらってたんですね。だからいつも土曜日の夜は日曜日の礼拝メッセージの準備を手伝って、ちゃんとできるかどうか準備して、そしてその子が前に立って、あの中学生が前に立って小学生の子どもたちにお話をするっていうのをやってもらって、やっぱりそれですごく本人も自信もつくし、またもうなんていうか自分が前に立ちますから、あの他の人が立ってる時に喋ったりもできないですよね。ちゃんとこのなんていうかな、そのよく聞くし、また身近なんですよね。多分その大人が喋るよりも中学生高校生のお兄ちゃんが小学生幼稚園の子どもたちにお話をしてくれる方がもっと身近なのですごくよく聞くんですね。それはすごく、あの彼らにとっては本当に良かったなと思ってます。うん、そうですね。まあ、私たちのところでもなんかあの中学生、あれよく中学生高校生になると子供が来なくなるとかって言うじゃないですか。ただあのなんかプログラムに来てねっていうことじゃなくって、このゲームをやってねとか、あの総額の奉仕お願いとか、まあ、そういう何か自分の居場所っていうか役割があるとこう続けてきてくれるっていう、そういうずっと上がるようですよね。はい、なんかこう日本の子どもたちのためにこう今できることっていうのがどん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 こう膨らんできているように思うわけですけれども、この番組を見てくださっている方のことを思いますと、いやそういうことは言われても、まだうちの子ども教会には子どもがいないとか、まだスタッフもそんなにいないとか、牧師先生も あんまりどうかなとかって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そのいきなりすごいことはできなくても最初の一歩として、ここからこのことはどうですかっていう、まあ、あのヒントみたいな、そのようなことをあのだとしたら、先生方だったらどのようなことをご提案されますか。あの一人でも、うん、その関わりのある子どもたちが与えられていたら、やはりその子を大切に、あのその子と関わっていく、またその子が本当にこう楽しいようなそういうことを考えていくっていうことが大事だと思うんですね。やはり一人の魂、あの私たちともするとたくさん子どもたちが集まると、そのことだけでちょっと満足してしまうようなね、あよかった、あよかった、何人集まったよかったって、そこで終わっちゃうようなことがねあると思うんですね。でもやっぱり基本は本当に一人の子どもがイエス様と出会っていくっていうね、そのお手伝いをさせていただくっていうところが原点だと思うので、やっぱり一人の子どもたちに
関わっていくっていう、うん、その意識ですよね。そしてもし子どもがいないのであれば、うん、でも教会の外にはたくさん子どもたちいるわけですよね。その子どもたちのことを祈りながら何かできることをこう考えていく、うんうん、しかもそれを楽しみながらやっていくっていうことがね、うん、大事だと思うんですけどね。そうですね、イエス様もたった一人のザーカイに出会うためにあそこのエリコの町に行き、たった一人のサマリアの女に会うために井戸のところに切っておっしゃいましたもんね。ある時すごい問題児の男の子がね、うん、教会に来たことがあったんですけど、うん、その時に、まあ、その子を誘ったお母さんが、うん、この子はねちょっといろいろ家庭にも問題があって、うん、学校でも問題ばっかり起こして喧嘩して大変な子なんだけど、うん、教会に来るないって言ったら来たと、うん、だからみんなでこの子のために祈ってほしいって言って関わってほしいって言ってくださった、うん、そうするとその子が来たら、あ、おはようって今日来たねとか言ってみんながねこう声かけて、うん、で最初ハンハンとかってやってた子だったのに、うん、もう教会毎週来るようになって、うん、弟も連れてきてっていう風にね、うん、こう本当にイエス様信じて変えられてっていうのがあったので、うん、やはりこの一人一人がその直接日曜学校の先生じゃなくても、うん、教会に来てるその子供に対して、うん、いつもあなたはこの教会にウェルカムなんだよって来ていいんだよって、うん、ここがあなたの場所だよっていうことをこうやっていくっていうことはすごく大きいかなと思います、うん、誰でも来れる大事ですよね、うん、丸本先生いかがですか。よくうちの教会にはクリスチャンホームの子どもたち数人しかいませんということを聞くんですけども、うん、まあ、確かにそれは危機的なことかもしれないんですけども、うん、逆に言うと教会学校がどん底の時支えてくれるのはクリスチャンホームの子どもたちなんですね、ゼロにならないように支えてくれている子どもたちがいるわけです、うん、ですからやっぱりクリスチャンホームの子どもたちを大切にするということだと思うんですね、うん、そして、その子どもたちにいつも気をかけて、うんうんうん、また時にお金をかけて、ね、美味しいものを食べさせて、ね、お菓子をあげて、そうですよね、そして本当にやっぱり愛して大切にしていく、うん、やっぱり教会学校のコアになっていくのはクリスチャンホームの子どもたちだと思うんですね、うん、で最後まで残ってくれるのは子どもたちだと思うんですね、うん、ですからそこを大切に育っていくと、うん、すると数年経つと必ずいい働けるようになって、うん、スタッフになってくれると思うんですね、うん、それを中心にしてまた外部の子どもたちも招いていけるわけですから、うんうんうん、やっぱり、子どもたちにできたら長い目で見て、うん、あまり立法的にならないで、うん、のびのびと楽しく育ててあげてほしいなと思います、うん、そうですね、あんまり今年来なかったとか、うん、来年っていうんじゃなくて長い目で先を見て祈っていくっていうのは大事ですよね、まあ、子どもたちをうまくいくとね、うん、うまく成長すると、うん、礼拝にはもう何千回と来れるチャンスあるわけですから、ちょっと 1,2 回休んだからってあんまりね、立法的にならない方がいいんじゃないかなと思います。私たちの教会でも小学生の時に信仰を持ってバプテスマを受けて、ところが中学高校でやっぱり教会から離れてしまうっていう人がねたくさんいるんですけれども、去年本当に感謝だったのがその中の2人の人が、戻ってきたんですね。悔い改めてやっぱりイエス様必要だって言って、成人してから戻ってきたんですね、うん、そういうこともあるのでやっぱり長い目で見るっていうことをね、そして長く関わっていくっていうこと大事だと思いますよね、うんうん、子どもたちを、ね、うん、この成長させていく、だからクリスチャンホームの子どもたち、うん、まあ、ほぼ毎週来てる子どもたちに対して、うんうん、本当にあなた方が受けたその救いというのは素晴らしいものなんだよということをきちっと教えて、うん、そしてその信じてない子たちが永遠の滅びに行くということを、うん、またどうやったら伝道することができるのかということも含めて、うん、きちっと今いる子どもたちに教えていくということはすごく大事だなと思うんですね、うん、3.11 以降私は子どもたちに、うん、もしかしたら地震が起こるかもしれない、これから何が起こるかわからないでしょ、うんうん、あなたの友達はその時天国に行けますかって、うん、それいいのって、あなたがもし伝える勇気がなければ、うん、祈ることはできるでしょって、その友達を教会に連れてこれるように救われるように祈ってくださいって、うんうん、祈りたいですとかその話ができるようにしてくださいって言ってこの祈ったりその友達誘うっていうことを、うん、やっぱり動機づけとして本当にやりたいってそうだって思えるようにこう語っていくようにはしてますね、うん、でそのことによって何かあったら普段毎週来れなくてもやっぱり友達を連れてくるっていう、うん、そのなぜ連れてくるかってその子にイエス様信じてほしいっていう、うん、その気持ちが本当強くなるようにやっぱり伝えていく必要あるかなとも思ってます、うん、そうです
弟子としなさいっていう言葉は、子どもたちをお友達を弟子とするということなので、ただ教会来てくれるだけではなくて、その子どもがどうやったら弟子となれるのかっていうことですよね。でもそうするとやっぱり教会だけではなくて、ある面例えばこうデボーションへの導きとか洗礼への導きとか、少しそういうことも大事になってくるように思われますけれども、それぞれの先生方はどのように導いておられますか。うちではちょうど私の子どもの世代が数年前ですね、中学生高校生ぐらいになってきて、洗礼を受ける年になってきたんですね、その年代が一番多かったんですけども、その時もしこの子どもたちが教会につながっていかなければ、うちの教会の将来はもうないぞというぐらい、みんながね、CS のスタッフたちが必死になったんですね。でやっぱり中学生ぐらいになるとクラブが入ってきて、なかなか教会に来れなくなるということがあるんですね。そこで、子どもたちに、じゃあいつ集まれますかということを話し合いさせたんです。そしたら日曜日の夕刻だったら集まれると、でそこで特別な洗礼準備会を持ったんですね。そのおかげで、ほとんどの子どもたちが洗礼を受けることができたんですけども、自分たちで集まる時間を決めさせたというのが一つは大きかったかなと思います。こちらから何時にやるから来なさいじゃなくて、自分たちでこの時間だったら来れるというのを、決めさせて、だからその特別な集まりに自分たちの所有者意識というのが少しできたかなというふうに思っています。そうですね、今ライフスタイルの多様化で塾や習い事などもたくさんあって、もうこの時間にっていうふうに、上から決めるのではなくて、子どもたちが一番都合のいい時間に合わせるっていう工夫はとても大事ですよね。バブテスマは、本人が、時々お話して受けたいと思いますかみたいな形ではやるけど、やっぱりやった時に結構時間をかけて3ヶ月ぐらいかけて少しずつ学びを礼拝後にやらせてもらって、やっぱり大事、このしっかり学ぶってことはすごく大事かなと思いますね。私たちもちょうど 3.11 の後に、やっぱりあなたが今死んだら天国に行けますか、神様はこれから地震が増えるよっていうふうに警告してますよっていう、そういったメッセージを聞いて決心をした方が、この前クリスマス洗礼を受けたんですね。でやっぱり子どもの心にそういった種が残っていて、洗礼を受けたい、でその時にやっぱりこのじゃあっていうだけじゃなくて、こう全部で5回のその準備会と、あとその後のフォローアップの集会もやっぱり5回ぐらいかな持ったんですけども、そういう一人の魂をこう時間をかけて育てていくっていうのがすごくやっぱり大事なように思います。先生方、他にじゃあその教会の、これを見ていてくださっている教会の、これまだ今までは子どもとは関わっていないけれどもっていう方々や、また保護者の方々に何かアドバイスなどありましたらいかがでしょうか。やっぱり保護者の方には、とにかくまず家庭ってやっぱり一つ大事なポイントですよね。その信仰継承を教会にお任せするっていう、やっぱり家庭ってすごく大事なので、だから親が子どもに信仰を伝えるっていうことがどれほど重大かっていうことを、やっぱり牧師先生も信徒に語っていただきたいですし、またその親御さんはそのことを意識して関わってほしい。やっぱりそのデボーションとか家族で一緒に祈る時間、家庭礼拝とか、すごく基本になるというか大切な部分だと思うんですけど、残念ながらなかなかクリスチャンホームのお宅でもそれをやってないとかが多いようなので、やはりまずできるところっていうと、まず家族で祈るとか祈る時間を持って、子どもは子どもで祈祷課題出して、親は親でっていう、神様に信頼するっていうことを普段の生活の中でなんかできるといいなと思いますね。毎日ね、やっぱり家族で聖書を読んで祈るって、それは基本ですよね。家庭の役割と教会の役割があると思うんですけども、例えば家庭にしかできない役割があって、また一方では教会にしかできない役割があると思うんですね。でデボーションを教えたりするのは、これは家庭でしかなかなかできないと思うんですよ。夜一緒に家族で祈るとか、毎日聖書を読むとか、毎日祈るとかということは家庭の役割と思うんですね。でまとまった聖書の学びをするというのは、これは教会の役割だなと思うんですね。ですから家庭と教会がお互い補い合っていくという
形が一番理想的かなと思います。ね、教会学校よろしくお願いしますというふうに丸投げというのはやっぱり無責任ですよね。この子どもを育てるというその役割を神様は両親にも与えてくださいましたね。ある教会の姉妹がこうクリスマスに家庭を開放されて お友達子どもたちのお友達を呼んで家庭子どもクリスマス会っていうのをなさったんですね。私それは素晴らしいなと思って、そんなに大きなことはできないけど1年に1回自分のお家にお友達を呼んでクリスマス会とかすることができて、その時にはもう10人以上の子どもたち友達が来てくれるみたいなんですけども、そういう家庭を開放しての教会学校っていうか子どもプログラムなんかもまだ教会ではないかもしれないけども最初の一歩になるかもしれないですよね。他はどうでしょうか。なんかもう教会学校始めますって言ったら本当に敷居が高いかもしれないんですけど、それこそねその家庭を開放してとか、やっぱり自分には今子どもたちこれから育てなきゃいけない子どもに対して何ができるんだろうかって祈って神様から知恵が与えられることが必要、そして本当にそれがもしかしたら本当にこれなんですか神様って言ってもう叩いて叩いて叩いてではなくって、やっぱり一歩やってみる、そしてもしかしたらそれじゃなかったらじゃあ他の方に行ってもいいじゃないっていう、なんかなかなか日本のね日本人の気質的に間違っちゃったからもうダメだっていう風になるけれども、やっぱり一個違ったらじゃあ他のことやってみればいいじゃない、10年長く続けてきたけれどもそこをやめて新しいものをやるっていうその勇気も神様に与えてもらう必要があるなと、もう伝統的にやってきたからこれを守らなきゃじゃなくって、そこじゃなくて今のやっぱりニーズに合わなかったら変えてみるっていうその勇気も必要、でもそれもするにはやっぱり一歩信仰を持って踏み出すっていうのが必要なので、私たちね先生方皆さんそうだと思うんですけど、もうこれをやれば必ず成功すると思ってやったわけではなくって、本当にどうだかわからないけど神様どうにか助けてくださいって言って一歩踏み出したことなので、誰にでもやっぱりこの踏み出す勇気っていうのはあると思うので、ぜひやっていただきたいなと思いますね。私の友人のある牧師人はもう教えるとかプログラムは何もできないけれども、子どもの放課後の時間帯に教会を開放してお茶とお菓子を出しておくと、そしたら子どもたちがそこに寄ってお茶を飲んで教会をやって、その普段はお話なんかはしないけれどもそうやって毎日毎日4時半から6時半まで子どもたちが遊びに来るっていう教会があっていいなと思いましたね。遊び場としての教会っていう機能ですよね。はい、ありがとうございました。何かいろんな話を伺いしていくと、あ、こういうこともできる、ああいうこともできるっていうふうになんか心の中がこうワクワクしてきたような気がいたします。でも本当に大事なのはそのアイデアに振り回されたりまた縛られたりすることではないかもしれません。イエス様が教えてくださった子どもたちを私のところに連れてきなさいという御言葉を思いつつ祈りつつやっていくと、ご聖霊様がその道を開いてくださるようなそのような気がいたしました。今の子どもたちはこの20年後の私たちの教会の将来だと思います。その子どもたちが豊かに祝福されて日本の教会が本当にただ今までのように福音を伝えられる教会から今度は出て行って祝福を分かち合うことができる教会へと変えていただくことを心から祈ってまいりたいと思います。本当にご覧いただきましてありがとうございました。また先生方本当に長い間ありがとうございました。ありがとうございました。